西有江町は長崎県の島原半島にあった町、南高木郡に属した。2006年3月31日、周辺7町と新設合併し、南島原市となり消滅した。島原半島の南側に位置し、島原湾に面する。江戸時代の初め頃までは、現在の有江町域と合わせて、有江村を成していた。有馬現状平覧記などによれば、 1637年に起こった島原の乱では村民全員が参加したが、すべて内地に死無人の村となったとされる。現在の町民はその後の高利北田房の復興政策により、幕府領の四国小戸島や九州各藩から移住してきた人々の子孫であると言われる。有江村は1652年に有田村、熊田村、町村の三村に分かれたが、 1872年に再びアリエ村として一村に統合された。その後村内を東部と西部に分け、1879年に東アリエ村、西アリエ村として正式に分村された。なお行政区域とする。西アリエ町は1889年の町村制、施行時に単独で自治体として発足したため、大技はなし。なお、西アリエ町では、 名の名称を実感に置き換えて表記していたが、1970年により実感表記を廃止して、本来の名の名称を表記し、さらに末尾の名の文字が削除された。以下、内は1969年末まで採用されていた実感と名の表記を表す。町内に空港はない。最寄り空港は長崎空港。中心駅は西有駅。 一般路線バス一般国道剣道、ありがとうございます。